お笑い芸人のナインティナイン岡村隆史さんが2011年にアカデミー賞受賞時に高倉健さんと共演を約束したエピソード。岡村さんは受賞式が終わると芸人が場違いと思いすぐに帰ろうと思っていましたが、あなたと志村健さんの番組はよく拝見していますと高倉健さんが話しかけてくれました。それからいつか一緒にお仕事をしましょう。嘘じゃなくてよ、これ社交辞令じゃないからねと高倉さんから約束をしてくれたそうです。しかしそれから一向に共演の仕事が来ることなく、岡村さんは一度自分がやっている番組に出てほしいと高倉さんへ手紙を送ります。返事は残念ながら断られてしまいます。ありがたいお話だけど自分は映画人です、岡村君とお仕事するときはスクリーンの中でと思っていますと高倉さんらしい返事が返ってきました。それからあなたへで共演という約束を果たしてもらえ、やっぱりすごい人だなと感動していました。